どうも皆さん、おはこんばんにちは、オトジャです。だんだら続きプレイしていきたいと思います。ですね、難しい下のルートの行けてない場所行きたいなと。でね、レベルを1だけ上げて、回復に振りましたね。倒してゆっくりとゆっくりと。この辺りが怪しいよな。この後に攻撃されたらたまったもんじゃないよ。危ねえ危ねえ、当たった当たった、いった、げえ、当たった。あの目を破壊すれば、よし、ガード、痛い、恐ろしいな、ほんとに。ここは早くして、オッケー、まだついてくる感じだね。危ね、あ、でこれぐるっと回れるってだけか。ここはどうなってんだろうね。でこいつがいるだろう。倒した。で、こっちのキャンプには反対側じゃないといけないだろう。ここら辺からだな。上に回っていく感じ。危ねえ、回復しよう。ほっ、しっかりガード、オッケー。で、何か怪しいね、ここ。そんなことはない。何もないか、敵倒しただけ。で、まっすぐ行かなきゃいけない。よし、ほっ、後ろには撃てないみたいだね。で、中に普通の外に槍持ってるような奴らがいるんだな。こっち行ってない。
新しいとこ来たね。体力やばくない？シールド回復。いて。あーやられた。くー、避けるよりやっぱもうあそこでガードしてガンガン攻撃した方が良かったか。遠いな。おい、ぐるっと回ってか。いや、上から行けばいいか。行けるかな。さあ来い。からはいけないんだった。早くな。その回転できるかどうかを謎を解かないと。これは随分遠回りか。ダメ。あー、ここは行き止まりなんだよな。と、つながってねえんだな。ぐるっと回るだけだ。間違えた。さあやってまいりました。戻ってきた。私の体が浮いておる。おっ、シールド。あれが困るよね、ほんとに。こっから飛んでくるから、あと一回戻ろう。で、やっぱそこからも飛んでくるでしょ。いった。はい、一回戻ろう。オッケー。回復して。ずいぶん離れたな、あいつ。ほっ。一回倒しちゃおう。オッケー。で、さすがに届かないよね。あ、いいね。ほっ、よし。ほっ、よっしゃ。さーてと、あ、ここいいんじゃない。あ、入るね。オッケー、破壊した。あー、お、新たなる場所へ。お、これ来たんじゃない。オープン。なんだこれ。素早い動きと脅威の精度で襲いかかる生きたエナロギー R1。 あ、変えられるようになったな。これ多分撃つと切り替わるでしょう。ほっ、切り替わった今。いやー違うね、別に切り替わんないね。まあ、ゲットしたけど、ここはそれで終わりか。どうやって動かすんだこれ。
そんな難しい何かあんのかな。とりあえず戻ろう。生きたエネルギーいけ。はあ、バウンドすんだね。左側から行くと左側から降りられる。回り道。どうしよう。動かないよね、やっぱり。戻ってちょっとね、次回までに進める場所を探しておきたいと思います。ということで今回はここまで。お楽しみに。ほんじゃまたな。